皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。G'day, it's Love Port, the travel lover. 今日は香港で一味違った旅がしたい方向け、香港のドラゴンズバックにハイキングに行った時の様子をお伝えします。おはようございます。おはようございます。挨拶した珍しい。ここはルネッサンス、あのマリオット系のホテルです。あ、そっちなの？あ、セブンに行くってこと？どうして私たちこんな格好してるかというと、山登りに行きます。香港島の一番東の方にあるドラゴンズバックっていう、だからその名の通り竜の背中っていうウォーキングコースがあるんです。ハイキングコースか。でそこは2019年に CNN のなんかウォーキングトラックのランキングの世界一綺麗なところっていうのに選ばれたこともあるウォーキングトラックなんです。で香港はね、皆さんヤムチャとかそういうイメージあるかもしれないけど、ハイキングとかですごいコースがたくさんあるんです。ですっごい綺麗なの、すぐ山そこでしょ、こう神戸みたいな感じですよね。なので歩くところがたくさんあるから、お時間あるとか運動ちょっと好きとか山登り好きっていう方は香港で行ってみるのすごいありだと思います。で運動してから美味しいヤムチャを食べるっていうのがいいと思いますよ。金融街というわけで行ってまいります。入り口あっちって書いてあるかな。あ、やってるね。 OKOK。 一応朝ごはんを買いにバナナとかあればと思って、あ、フルーツバーとかも売ってるね。見て、サークル系茶葉が入ってるお茶とか売ってるよ。22ドルだから400円くらいにしようかな。ワッフルみたいな、あ、こういうのもあるよ。蒸しパン、ワッフル、チョコパン、チョコがか挟塗ってあるんじゃ。なんかね、見て、これコッペパンって書いてある。ラブポートトラベル愛の旅では、旅が大好きな光一と愛がいろんな場所を旅している様子をお伝えしています。あ、終わりから3番目なんだ。このショー K1 っていうところに行きます。ミノーさんみたいな感じのところ。ミノーさんじゃないです。ミノーさんみたいな感じじゃん。私たちが泊まってるのがこのワンチャイっていう駅の近所です。で、ここまで行きます。この駅は黄緑。なんか駅ごとにテーマがあって可愛いですよね。ほら、ワンチャイ。みんな香港このドアがあるから安心。通勤時間だから結構人いますね。よし、乗り込もう。降りた。シャーケーワン。坂の上のお家とかの住宅街行く方はこういうバスがたくさん通ってました。ここだ。これで9番バスに乗ります。そこに9番って書いてあるけど102番が止まってる。結構あの道は
Google マップに聞けばちゃんと教えてくれるので方向さえ見られる。綺麗だなほら、この建物とかはもう何年ものなんでしょうね。ここの比較的新しいっぽいけど楽しい。9番ってそこって書いてあった。これ9番のバスにここから乗っていくのですが、行けない。あ、そうか、土地湾だ。そう、ここまで。あ、ほら、ドラゴンバックだ。竜の背。あ、ドラゴンズバック書いてある。オッケー、何時に来るかだね。乗りたいバスの番号を見ると、だいたい何分に1本来ますよっていうのが書いてあります。今の時間が7時16分なので、この6時50分から8時半のところに当たるので20分に1本は来るみたいです。ただ何時に来ますっていうタイムテーブルはないみたいですね。待ちましょう。バス停は結構分かりやすく番号書いてあってあるので見つかりやすいと思います。結構ね、いるね。やっぱ西洋人とかが住んでたりするエリアの方だから、西洋人も結構降りてきたりしますね。あのバスに乗ります。結構並んでます。来ました、バス乗ります。じゃさん、ここは前を陣取って、どちら側でも29分出発。本当バスターミナルでいろんなところに出るんですね。はい、また今日も車間距離の概念とはっていう。どれくらいかかるかな、ここからね。景色が良くなってきてる。こいちくん左右に揺れたんだけど。当たらない不思議。すごいすごいすごい。この湾のあっち側がスタンレーっていうあの外人さんが多いエリアだと思います。いやこっち側は高級住宅地のあっち側の。これね、すっごい触れるんですけど、左右に触れるんですけど、バスの座席がこう反り立ってるからお尻が挟まってちゃんと大丈夫な感じになってます。ちょっと道見て、ほら見て、すごい景色。
あっちがスタンレーだと思いますよ。ちゃんとスターティングポイントだからかこうやって書いてありますね。こっからですよみたいな。でなんか道が分岐するらしいんですが、景色がいいのはこっちから行くと右側の道らしいので、でここで割ります。お時間がある方はここを歩いてこのビッグウェーブウェイっていうところまで行くと、サーファーがたくさんいるところらしいのですがビーチがあるそうですよ。私たちはこうやって行ってここで終わりにしてバスを取って帰ろうと思います。7時57分、8時になっちゃったね。このバス停を降りたところでドラゴンズバック1時間歩くよって書いてあります。参りましょう。バス停がそこで、トイレもなんかないって書いてあったけどできたのかな。ありました。登りましょう。スタンレーが見えます。マリちゃんのカメラ撮った。穏やか。スタンレーの街と、お、今日はお日様立ってないから快適に歩けそうです。現在の気温24度。さっきその道路ブーってこのここぞよ。そう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 、ここら辺はでも別荘なのかな、普通の住宅だろうな。でも別荘にしないよね。うん、結構ね西洋人いたよね。自然の中に、本当に私自然に来たかったの、ここ最近ずっと。え、これめっちゃアトラクションじゃん。アトラクションだよ。え、楽しいじゃん。それが体をセレブレートするんだよ。ピクニックサイトだって。ピクニックできるエリアがあるんだ。景色いいんだろうねきっと。シュレックロード、シェックロード、シェックオーロード。ドラゴンバック、先は長い、進むぞ。失礼。 500m でもう汗が吹き出している。どうだこうちゃんは大丈夫か。登り始めて10分くらい、ビューポイントに着きました。スタンレーが見えます。ねえ、風気持ちいいね。よし行こう。ここまで自転車でいらっしゃった方がいるみたいですごいよ。うん、だって危ないもん。これどうやって越えてきたわけね。えどうやってきたんだろうね、よくわかんない。ね、でもなんか普段からすごい運動してますみたいな感じだった。足の置き場はよく考えてね。ここで分岐だ。こっち左側へ行く道もあって、多分そっちがガタガタの道で自転車行けるんだね。でこっちがハイキングコースです。でドラゴンバックはこっちなので。本当？あ、さっきのね。こういう風にあるとすごい分かりやすいよね。香港トレイル、タイタンギャップ、ドラゴンズバック。バイバイ。もうちょっと登ります。大丈夫かな、止まる。水は一気に飲まないで一口ずつね。曇りでよかった。日本の山だと休もうと思っても意外と休めなかったりとかあるけど、わあほら、おお、いやこれ違うビーチ、多分さっきのところ歩いて降りられる方だと思う。ビッグウェーブじゃない。ゴルフ場見たか、飛行機からも見たよ私これ。うん、わあ、なんかこれアップルのスクリーンセーバーの島みたい。
こっちがシェックオービーチっていうところです。で歩いてくるのはあっちの方、見えなくなっちゃった今ちょうど。綺麗。香港のハイキングのいいところはこういう感じで、あんまり日本の山と違って高い木がないんです。だからオーストラリアみたいな感じ、本当に低い木でこうやって景色が開けて見えて、なんかこの岩の感じも独特ですよね。綺麗だね。ここでトレイルで向かう道が見えてる。うん。シェッコービーチ。そして反対側を向けばスタンレー。日が入りました。綺麗。あー風があって気持ちいい。最後のビューポイントかな。今からそっち側を登って越えていきます。ほら、あーすごい綺麗。お、人いる。あそこに、ほらあそこにちょっと立ってるじゃん。うちらあそこら辺のどっかから、ここら辺から登ってきたのかな。景色ですよ。歩いてる人一人遠くに見ただけで、今日全然人がいないの。何もないように安全に歩きます。上りだ。お、一応、うん、またついた、またついた。よし、終わったぜ。よし。今ちょうど半分くらいかな。じゃあエレベーターで。エレベーターない。チャンネル登録お願いします。ここが頂上かも。おお。ピークだって。284m。でもあっちの方が高くない？シェックオーピーク。284m。どこ？そうです。どこなの？なんだ？いや、ここなんだ。こっちじゃないですか。こっちですね。ここがドラゴンバックかな。だからさっきのはシェックオーピーク。おー、あー、スタンレーやって、あ、スタンレーペニンシュラで、え、待って、もっとあっちまで歩いていきます。大変な話。ちょうど半分くらいかな。ここがウォーキングトラックのメインとなるビューポイントです。360度景色が広がってとっても綺麗です。ピークの見どころからは階段続きです。数々の獣道が、蝶々がたくさんいる。黄色に白に。動物よけしてる人。あの人にとっては地獄な。私にとっては天国だけど。ゴルフ場。あ、やっぱサーファー結構いるわ。ああ、少なくとも15人は海に浮いてる。うん、
9時ベルギーワッフル。こいちくん、うん、乗れない？ワッフルまず。ん？クリームが入ってる。食べてみる。クリームパン。ワッフルという名の。え？9時6分。今10分くらい休憩して朝ごはんタイムにしました。ベンチが要所要所に歩いてて10分15分ごとにあるのでとっても歩きやすいと思います。休憩ちゃんとできる。休憩ばっかりしてると進めないけどね。で、蝶々がね、たくさん野鳥の声。2人波乗りしてる人がいる。ビッグウェーブビーチだから。でも湾がちっちゃいからビッグウェーブ立ちそうだよね。角度によっては風の、ああ流れは強そう。ここのね、土っていうか石がピンクで可愛いんですよ。ピンクなの。なんかいいことあるわね。宝石っぽいよね。ジェームストーン、マシュマロみたいだマシュマロみたいだ。ほんとだ、かわいいこの石。マシュマロ。このシダ植物がすっごい目にも鮮やかで、トレッキングの道を明るくしてくれてます。見て、この山の流れがドラゴンの背のようだっていうことでドラゴンバックなんですね。綺麗ですよ。本当に鮮やかで綺麗なの。かわいい。うん、さっきまでひたすら登ってきたから、今はひたすら下りです。うん、気をつけて。ちっちゃいステップでね。やっと人々に会いました。今3人の方とすれ違って、一番最初歩いてた方がゴミ袋とつまむやつ持ちながら、素敵ですね。ここを愛してるんだろうな。あ、もうここら辺は自転車も乗れる通りなんだ。うん、すごい、は、強すぎる。めっちゃ得見えた顔してたよ。やっぱ好きなんだな目がキラキラしてた。このなんかこう、こうポンポンコース取り考えるのが楽しいんだろうね。遺跡じゃないよ、全然。こういう形状の石なだけでしょ。すごい。なんかここは普通の山道っぽい感じだね。香港の人たちはね、挨拶をよくしてくださいます。登山してるとジョーさんって、男性とかおじさん、ジョーさん、ジョーさん、早口で言ったり、あ、休憩中、ジョーさーん。あ、山管理の人々だ。へえ、ジョーさーん。こういう枝とかよく見るとちゃんと切ってあるもんね。うん。9時33分。なんか水の音すると思った。急に川が出てきた。小川だ。ほんとちっちゃい川だね。すっごい水きれい。やっぱさ、今のおじさんは早かったね。ジョーさん、ジョーさん、ジョーさんみたいな。2回言う。おはよう、おはよう。もしこのハイキングに興味があるよという方がいらっしゃったら、
私たちの終着点から歩き始める方が景色が徐々に良くなるのでおすすめです。終わり。9時54分歩き始めてちょうど2時間だ。ちょうど2時間。ちゃん、ごめん、いい、ここでトイレあるよ。休憩して。あ、はい。あの靴紐ちょっとなんかこうやってさ、人の話止めてくんだよね、この人。私喋ってんじゃん。あ、そう。じゃあカット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 じゃない。ちょっとバスの時間調べるね。え、悪いって。何言ってんの、こういう。ここまで帰る。9番バス。石が入っちゃって。14分に来るって。じゃあ大丈夫だ。多少ゆっくりできるわ。なんで石入ってんの？これから町に帰ります。まだ10時だから、昼くらいまでにホテル帰ったり、着替えたり、なんだりして、午後の部の観光に出かけられると思います。火出てきた。やばね、火出てたらやばかったから、曇りくらいでよかったかも。ただ、火出てる方がやっぱり景色は、すっごい美しいので。こういう自然が好きな方いらっしゃってみてください。最後の一歩、ピョン、終わり。お疲れ、お疲れ。気つけてよ、こうちゃん。が好き。109ドル残ってる。歯も空いてるし。うわっ。危ないし。すごいね。スキル。ガッサスケアウトです。これじゃあ一回マックスするよ。また朝の駅まで帰ってきました。おいおい、もう小走りしなくて。だからもう小走り大好きだから。すごい、魚の浮き袋とかまでまだ残ってる魚。わー、ほら見て、海卵も新鮮だよ。茎から水が出てる。うん。お、シャインマスカット売ってる。シャインマスカット。ほら。あ、シャインマスカットじゃないか。あ、シャインマスカットだ。あっちのブドウって書いてある。市場。それで860円。$45 yes。 だからそうだっつってんじゃん。だから元で ドルっていうのが元なんで。綺麗に並べてあるわ、みんな。あーあー、88社、1600円だ。あー、レンコン、これみんな重さなんだ多分。1パウンドいくらっていう単位だから、この単位で買えるわけじゃないんだ。あ、でもそのオレンジとかは3個で25元とかって書いてあるね。25香港ドル。うん、そうだよ。そうつってんじゃん。いいと。あ、そう、そんなことないよ。小市くんが分かんないだけでしょ。自分が分かんないのはみんなも分かんないとする人。これ日本のやつなんだって。本当かな。いや多分嘘だ。疑わしいよね。まあでもルーラ、ルーラ、 LURRA ってどこ。ルーラ、そこさんのシャインマスカットがめっちゃ売ってんですよ。でね、日本
シャインマスカットのこと日本の香る印って書いてあるの。多分香るマスカットっていうことだと思うんだけど。This is B70. This more 50. あ、yeah. あっち側は70なんだ。Oh, this is okay. うん、大きいね。Big. 50 is okay. Okay. No problem. Okay.どうしてここのお店にしたの？いや、なんかなんとなくなんとなくだそうです。やっぱり市場はね、活気があっていいですよ。ほら、嬉しそうにシャインマスカット買ってる人見せて、中身。シャインマスカットもどきです。もどきだね。1,000円。でもね、すごいのがわかるでしょ。でっかいね、ゴールドシール。ゴールドシール。これ、シャインマスカット、ハングハングさん。あ、韓国産か。ハングさん。これもシャインマスカットって書いてあるよ、一応。うんね、シャインマスカットはやっぱり香る印なんだ。香りが、これも香る印って書いてあった。日本香る印って書いてあったじゃん。シールには貼ってない。シールには書いてないんだ。青い駅。小一くんが昼間買ったシャインマスカットもどきは本当に文字通りもどきで、あの絵は何だったの。金ゴールドのシール貼ってあったけど、ダメだった、ね、完璧騙された。本気でこんなに味がしないフルーツってあるんですかっていうくらい味がしなかったので。初めて食った。まあでもさ、多分さ、香港まで来て買う人もいないでしょ、うん、特に香港のではなく、おそらく大陸のものなんですけど、まあ、美味しくなかった。まずいじゃないんですよ。味が本当にしないの。ピンができないから寂しい。ブドウでそんな味がないのってあるんだね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この日の午後の観光の様子は次の動画でお伝えしたいと思います。 Thank you guys for watching. Next episode will be another Hong Kong movie. See you next time.